ヴィッセル神戸、井ノ葉雅彦、大事にしている言葉。オリンピックの時、オリンピック予選は全部結構戦って、で本戦落ちちゃったんですけど、本戦のメンバーから漏れちゃったんですけど、止まってる時間じゃないですけど、自分の中で時間が止まってる時間が1週間ぐらいあったんですけど、まあ、その時鹿島アントラーズにいて、そういう経験をした選手がうち鹿島の先輩でいらっしゃって、その方から言われたのが、まあ、止まっててもしょうがない。数え切れないぐらい壁はあったと思うんですよ。 J2 に僕ジュビロの時に降格して、あ、神戸の時に降格しましたけど、まあ本当に苦しかったし、あ、でもそういう経験があったからこそ今があるっていうのもあると思うし、まあ、これから先の人生もそれ以上に辛いことあるかもしれないですけど、まあ、この言葉を念頭に置いてやっていけば光は見えてくるかなと、まあ、この、ね、言葉をプロ終わるまで、で終わった後もずっと念頭に置いてやろうと思ってるんで、日々前進。次回のフットニスタはセレッソ大阪木本泰樹です。ぜひ見てください。